ただいまご紹介ありました。なんかがね、で、今日のテーマですが、まあ、半分は、まあ、私の研究開講みたいなものでありまして、で、次に、まあ、最後の方にですね、私は今取り組んでいるか、あるいは、より正確には取り組もうとしている研究課題についてちょっとお話しし、最後に、第一研究者の皆さんに対してですね、鈴木さんの同研究員、元研究員のですね、立場からいくつかの期待をさせていただきます。で、報告内容はこういうことでありまして、まあ、私の現在、中国、研究、特にその経済研究との、まあ、関わり方について、まあ、最初お話しさせていただきます。次に、まあ、毛沢東中国ですね。まあ、英語で言うと、ここが適当だと思うんですが、マオイストチャイナとですね、関係がどうだったのか、ということについて述べさせていただきます。3番目に、そのマオイストチャイナをですね、どういうふうに我々は捉えるべきなのかと、少なくとも現代の視点から見て、どういうふうに捉えるべきかということをお話ししたいと思います。で、4番目に、このマオイストチャイナから今、現代中国に変わったわけですが、現代中国をどう捉えるということについてお話しし、最後に、まあ、若い研究者たちへの期待について述べさせていただきます。まず最初に私なぜ中国経済研究を始めたのか。これはずっと前です。ある学会に出ました。その時に、確かソ連経済、やってる人から質問されたことを覚えています。岡根さん、どうして中国経済研究を始めたんですかね。と言いましたら、私の答えはですね、アジア経済研究所に入ってやれって言われてからやったんですよ。それまでは私はアジア経済研究所に入ってですね、むしろインドのことをやりたかったんですが、研究所の方針として、これからその中国がですね、大事になるので、中国経済研究をやるということを言われました。で、まあ、私、その時は中国語はですね、片言もできなかったんですが、私は中国語できませんが、そんなのはやればいいと、勉強すればいいというふうに言われまして、まあ、泣く泣く、中国語の勉強をし始めました。ただ、なんていうんですか、学生諸君には、まあ、よく行ったことあるんですが、希望する、職場にですね、配属されなくても、実は、後から考えてみると、よかったということもあり得ると、いうことなので、最初の自分のこの希望がですね、通らなかったとしてもですね、やってみるということは、それなりのこの価値があるんではないかということであります。で、私はこう、実験に入りまして、中国経済研究に、タッチし始めたんですが、その時に、アジア経済研究所では、石川プロジェクトというのがありました。この石川プロジェクトというのは、まあ、後からのですが、当時、一橋の経済研究所の教授である石川茂先生を主査としてですね、まあ、全部で7、8人でしたかね。10人近くいますね。その研究員が集まって、その中国経済の現状から進んで、もう20年、30年にわたる今後のですね、まあ、長期展望をやろうと、そういう、まあ、今壮大なプロジェクトですね。なんか考えますと、随分無謀なことだったというふうに思います。というのは当時、1960年代半ばですけども、中国経済に関するそのデータがですね、ほとんどない状況でした。そういう中で、その長期展望をやるというのは、
無理があると思うんですが、しかし、まあ、1950年代の中国経済研究にですね、世界的な業績を残した近重先生が中心になってわけです。まあ、我々いくつかの、テーマに書かれて、各々そのテーマを、中国経済に関するテーマをですね、分析するということをやったんです。最初に取り組んだ確か中国経済の消費構造的なテーマの、これ私が選んだんじゃなくて、石川先生がお前これやれというふうに言われたから仕方なくやったんですが、もう毎日何をしてたかというと、毎日人民日報をですね、一枚一枚、1ヶ月1ヶ月、毎年毎年めくりながらですね、中国経済の消費に関するデータがないかというのを、探していると。あるいはその中国、当時の中国経済に関する雑誌っていうのは非常に限られていました。経済研究であるとか、統計研究であるとかですね、あとは労働というのもとにかく非常に限られていまして、現代の中国経済というのは、まさにもう統計で溢れているわけですけど、当時は本当に統計がなかったわけです。その中でも確かに消費に関わるこのデータがないかというのはですね、まさに虫眼鏡でこう探すようなことをやったことがあります。さて、その、中国経済の長期展望をですね、どういうものであるかと。この基本となるのは、石川先生が出されたの長期展望をモデルなんですが、その前に、石川茂先生について、ちょっと、伝えたいと思います。この中には、今回のこのセミナーの参加者の皆さんでは、何人かの方は、すでにご承知だと思いますし、あるいは直接、教わっている方もいらっしゃると思いますが、しかし、多分、3分の2近くの人は、近重先生のですね、直接、お会いしたくはないんじゃないかというふうに思います。で、その石川先生の、その中国経済研究、あるいは関西経済研究がどういうものか、詳しくはですね、これは私が書いたんですが、アジア経済、アジア経済建築から出してアジア経済に、ね、2015年9月号ですね。そこに、見えますかね。こういう、簡単な、論文ですか、エッセイを書きました。石川茂の開発経済学、開発経済学、ポツ、アジア経済研究への貢献。これは石川先生が亡くなって、私がこう指導してですね、何人かの石川先生にいろいろ教わった、ないしは関係のしてた、研究者を集めてですね、石川先生が取り上げたいつか重要なテーマについて、それぞれ石川茂、教授の、功績について論じようという。で、そこにこの詳しくこう書かれておりますが、例えば市場が低発達という段階でですね、開発というのはどうあるべきだとか、あるいは共同体ですね、コミュニティの役割は開発にとってどうあるべきだとか、これは例えばアジア全体のテーマですね、そういうことをこう議論したというのは、私は日本においては、石川先生が初めてか、ないしは中心ではなかった。その後、その早見裕次郎先生、このテーマを取り上げておりますけれども、やはり石川先生のその研究が講師とするのではないかというふうに思います。中国経済研究に関しては、これは私は非常に影響を受けたんですが、農耕間資源移転の研究ということで、従来の定説がですね、要するに開発の初期段階では、農
工業を発展させるために、まあ、農業は規制になるべきだと。つまり、これは、エブリトトリビューといいますか、一種の構想ですね。いついものを農業部門は、工業に変えなきゃいけない。これはもう、旧ソ連の、まあ、工業化論争の中に出てきた理論ですよ。ですから、この初期段階では農業っていうのは、まあ、犠牲になって工業化するという、そういう議論が一般的だったんですが、まあ、それに対して石川先生は、話はそうではないんじゃないかと。やはり農業というものをこう発展させて、工業化に進んでいけないかという、まあ、仮説を持って、まあ、実証されたということであるとか、あるいは晩年になりますと、国際環境援助研究などですね、まあ、いろんな面で貢献をなされまして、私覚えてるんですが、先生が米中ですか、88の時にですね、国際研究という本を東洋経済新報社から出されるんですね。で、我々は88でこの分厚い研究書を出されるというのはすごいというふうに思います。で、もともとは先生が88になったので、米中のお祝いにしようというふうに呼びかけたんですが、そうしたら石川先生は、今お祝いはやめてくれと、それじゃあ、国際開発研究のですね、やっぱ出版記念でやりましょうと言ったら、それならいいというふうに思います。吉祥寺の中華レストランで集まった記憶があります。まあ、そんなちょっとつまらない、思い出しましたが、これが、まあ、石川先生、2014年、家のお亡くなりになりました。私、お亡くなりになる、1ヶ月ぐらい前に行ったことあるんですけど、います。施設に最後は、入られて、かなりの、方も、いや、月の顔を書いていらっしゃったことを覚えています。私が、先生、年から1、2ヶ月前にお会いしたとき、私に会うのにですね、君は謙信から来たというふうに突然言ったことを覚えています。つまり、先生、昔、天津に住んでいましたので、戦前ですね、なんかその、憂鬱するのか。天心の魅力と、その私がなんか結びついたんだなというふうに思って。で、1960年代、あるいは70年代における、日本の中国経済研究っていうのは、私なりに整理するとですね、この3つの流派があったんでは、流派って言っていいのかどうかちょっとわかりません。一つはこのイデオロギー的な研究とかですね、あるいは社会主義中国三義論、あるいは、ノイストチャイナ、その議論、というような、そういう研究であります。それから2番目は、その制度的研究で、これは真面目な研究で、神戸大学の、宮下忠夫先生のですね、研究なんかそうだと思うんですが、中国の金融制度、中国の財政制度について、アジア経済研究所から2冊の本が出ております。ちなみに、この宮下忠夫先生のお弟子さんが藤本先生、明先生。藤本明先生のお弟子さんが加藤博之。亡くなりました。加藤博之であります。てか、3番目に、これがまあ本格的な研究ですが、近代経済学的な研究で、まあ、石川先生の研究で、彼がまあ、ハーバードにまあ研究留学して、ハーバードですね、まあ、いろんな研究、特にその、ソ連経済研究ですね、まあ、その刺激を受けて、そういったそのアプローチを中国にやめてみようというふうに、まあ、もちろん、その、近重先生以外にも、何かの近代経済的な、まあ、研究を先生もおられますが、やはり先生がこう高いっていう、あとは我々が買ったのはですね、その
力茂る手法を仰ぎ見る手法ですね、小さな峰、を成したということを言えるんではないかと。で、特に若い人は当時のことあまりわからないと思うんですが、2つのエピソードをご紹介したいと思います。で、1つは、文化大革命のですね、中国研究所の分裂であります。文化大革命が1916年に起こりますと、それまでは中国と密接な関係になった中国研究所など内部はですね、教と宗教との対立が起こりまして、で、2つに分かれてしまうんですね。で、当時のこの中国研究所の、この所長が平野義太郎っていう、先生でありまして、平野先生は、戦前はこの満鉄の、研究者でありまして、マルクス主義の立場に立った、中国研究をこうやっていたわけですね。その平野先生が、中心となってやってこられた中国研究所ですね。文化大革命を、こう、社会に文革を支持する派と、文革を批判する派、文革を支持するのは、マオイストって言いますか、宗教派で、文革を支持しないのが、日教派っていうんですね。平野先生も知りませんが、多分、党員だったのかもしれない。ちなみに、平野先生の、お嬢さんが、平野あやかさんって言って、慶応大学のですね、先生、教授で、経済学を教えてた先生。それから、エピソード2、2番目として、今堀誠二先生、これは東洋史に関してはですね、非常に有名な先生ですね。広島大学の、教授、その後、学長になられたんですか。彼がですね、毛沢東研究女説というのを、慶尚書房から1966年に出します。その刊行秘話をちょっとご紹介しますと、これ私は香港にいたときに、マボリ先生が、専門調査員として香港に来て、日本領事館に来ておりまして、我々は香港に当時いました何かの中国研究者が定期的に研究会をやってたんですね。で、そこで今堀先生と、しょっちゅう会う機会があった。で、今堀先生からですね、この直接聞いた話ですから、これは嘘でありません。で、今堀先生は、この毛沢東選手に持っている、この毛沢東のいろんな論文はですね、相手が今、修正がなされている。で、そこで、もともとのですね、初版の、毛沢東のその論文を集めて、その毛沢東のもともとの思想を捉え直してみようということを、先生は考えている。そこで、1920年代とですね、昔のこの中国のこの雑誌をなんかをこう集めて、で、毛沢東が一番最初にこう出した論文、それを集めてですね、それが、この今の毛沢東選手に載っている、ですから修正された毛沢東の論文とどう違うのかっていうのを対比させて、こういうふうにも書かせてきたということを、実証したんですね。で、そうしましたら、これは、先ほど言いました、中国研究所の研究員の名前は言いませんが、わざわざ東京から広島までやってきまして、ガオリさん、この本の出版やめてくれませんかというふうに頼んだというんですね。というのは、まずいわけですね。要するに、毛沢東こんなこと言ってたのかっていうのがですね、こう出てきますので、それを、今堀先生はもちろん突っぱねたわけです。で、今考えますと、今堀先生のその態度っていうのは、よろしくて、私も最後にちょっと読みます。最近書きました毛沢東の中でもですね、今堀先生の研究に基づいて毛沢東の
思想っていうのを、捉え直そうと、いうふうにしました。まあ、そういうわけで、言いますと、中国のこの政治状況がですね、日本の、中国研究に大きな影響を与えてきたということが言えるんです。そこで、先ほど言いました中国経済の長期展望モデルですね。この、石橋先生がなされた社会主義中国経済、長期展望モデルみたいな、一体どういうものであるかということをちょっとご紹介したいと思います。まあ、今となってはもう、まあ、変で歴史的に物体なので、今の取り上げたら何の意味があるのかというふうに思われるかもしれません。このモデルはですね、まあ、私は詳しいです。というかですね、先生がこう出された、中国経済長期展望モデルに基づいて、いろんな、データを組み合わせて、当時、まあ、限られた、コンピューターですね、大型のコンピューターにかけて、計算をやったのが私以来ですね。で、ちょっと、余談ですけど、一回、IDM に頼んで、計算をしてもらいましたが、とんでもない結果が出て、おかしいな、おかしいなと言って思いまして、夜ですね、徹夜して、間違ってるんだろうと。ないのにですね、何が間違ったんだろうっていうんで、いろいろと考えたらですね、一箇所だけ私が IBM にですね、渡した構造モデルのプラスとマイナスが間違ってたんですよ。そうしたら、間違いない。非常にひどい結果が出てしまいまして、間違いですね、当時としては数十万円の損害を与えたということで、まあ、それは石川先生の、力でですね、無事済んだわけじゃないんですけども、まあ、そういうわけで、私はもう、石川モデルをですね、実際に取り組んだものとして、よく知ってるわけです。で、このモデルは基本的にはこう3部門モデルなんですよ。生産材工業部門、消費材工業部門、農業部門の3部門モデルなんです。あ、生産材部門、生産部門に関しては。で、工業部門は、このフェリタのドーマーモデルっていう、モデルというものを基本にしております。で、FD モデルといったら何かというとですね、これは生産材工業、あるいは投資材工業です。その部門1が作り出す、投資材をですね、計画当局が生産材部門と消費材工業部門に、2にですね、投資配分率、ガンバで言い分ける、こういうモデルですね。これをこう使いしますと、こういう形になりまして、この産出 Y1 っていうのは、生産材工業部門。では、俗に言葉、ここまで言うと15行で当たります。生産材工業部門は、投資材を作って、そのうちのこのガンマ部分を自分の部門に、1マイナスガンマをですね、消費財部門に、消費財工業部門に渡すと。で、そうすると、その投資がですね、資本形成を生み出し、それが資本を作り、で、まあ、産出を生み出す。で、こういう循環で投資材料を進んでいく。で、消費財に関してはですね、この投資、が中心に立って動きますから、資本形成がこうなされます。で、消費財工業部の資本形成があって、それが資本を作り、産出を生み出す。まあ、言ってみればそのハロドローマンモデルですね。基本的にハロドローマンモデルを拡張した、いろんなモデルを拡張した。で、これがこの消費になってくる。消費財ですから、消費になってくる。その合わせてですね、全産出になる。まあ、いう、こういう、こう、単純な、まあ、ある意味、単純で言えば単純なモデルになるとして、ただ、この、フェルマンという、このソ連の、これは、プレブラジンスキーの、まあ、仲間である、まあ、経済学者なんですが、彼が、まあ、開発した、モデルで、彼は、まあ、数式でよく展開してなかったんですけども、その後、戦後ですね、ネグゼドーマーが、両方きれいな数式の形で展開して、
IT メタフィールドの出力を証明したというものであります。で、このモデルはどういうことを言っているかというと、たとえ、投資材部門により多くの、資源を提供してもですね、最終的には、長期的に見れば、最終的には消費財をより多く生産することができると。だから最初我慢すれば、最初我慢すれば、消費も、伸びてくると。ですから、そういうことは、ローマたちは言ってませんけども、最初の何年かはですね、言いますと、バンドを、閉めてですね、出たいものを食べないで、我慢すれば、次第次第に、投資材が作ってくれる、投資材が、消費財工業を起こしてくれる。長期的には、消費財がより多く生産される。こういう、モデルなんですね。ただ、別のルーマモデルであれば、あくまでも工業部門だけを考えてまして、石川先生の場合は、ここに農業部門を加えたんですね。この農業部門に関してはですね、ちょっと、問題が、にしませんが、いわゆるコルダグラス型の生産環境を使って、ややこう、変なこうコンビネーションになっている、そういうモデルなんですが、しかし、ともかくも、中国経済の長期展望をする上でですね、この構造モデルを作ったというので、世界で初めての試みだったわけです。ただ、考えてみますと、これは後々にですね、石川先生自身に気づくんですが、このモデルにはですね、実は限界がありました。例えば、このモデルにはですね、減価償却ケースが一定であるという仮定が低いんですが、減価償却ケースが一定であるということは、投資やその資本の生産性はですね、要するに一定であるということを示唆します。これは社会主義経済に関して、いわゆる資本の無駄遣い、投資の無駄遣いというのは叫ばれていて、減価償却ケースがですね、一定であるはずないんですよ。そういう意味で、この制度というものをこう素養としてこう考えている。そういう、モデル。もちろん、それ以外のいろんな限界がありますが、そういう、こうモデルになっています。そういうことから、私は、一種の反省といいますか、やっぱり経済というのは、制度なしにはこう動かないので、まして、やはりこの純粋の経済モデルだけではですね、こう社会主義経済、その中国経済というのは、判断できない、あるいは予測できないんではないかということをこう、考えました。で、そこで、初めの時はまだ実験の研究員だったんですけども、何人かの人に声をかけてですね、中国の人民国家に関する研究会を作ろうということを言いまして、で、最初は数人から始めたんですよ。その後全部で7、8人になってですね、人民研究会っていうのを私が作ったわけです。で、そこで、どういうことをやったかというとですね、いろんなもちろん、公式文献の、研究がありますけど、それ以上に力を注いだのが、その実際の人民公社は一体どういうものであったのかということをまず知る必要がある。当時です、これ1976年に始めたんです。中国の人民公社は訪問なんかできないんですよね。我々はまず簡単に中国にいませんし。そういう意味で、どうしたらいいんだろうかっていうことをいろいろ考えたんです。ことは、当時、国有工廠からですね、何人も、要するに残留孤児とその家族がですね、彼らは中国人民公社員だったんですから、日本に帰ってきて、それは日本の各地にこう散らばってたんですけど、彼らにインタビューして、実際の人民公社っていうのはどういう制度ですかっていうことを聞いてみようということで、合計三十数人に聞きました。北は山形県からですね、南はですね、長崎県までですね、時には自動車ですね、
でしながら、時に長崎が飛行機で行きませんから、まあ、行ってですね、芋づる式にですね、で、こういう、経験を持っている自民公社員を紹介してください。そうしたら、じゃあ、長野県にいる、近くの長野県に行ってみようとかですね、まあ、そんなようなわけで、まあ、そのちょうど多くないんですが、30数人インタビューしました。で、そうしたらですね、我々が今まで提示していた、あるいは本で知った、あるいは実際自分たちが中国に行って観察した中国人民公社制度というのはですね、実態とどうもかけ離れているということが少し分かってきました。例えば私は一番最初に中国に行ったのは1974年でした。まだ毛沢東時代で、いわゆる文革の時代で、まあ、私は農林省派遣の中国との技術交流会のですね、まあ、一員というか、私は別に農業技術のですね、専門じゃないですが、名目は団長のですね、中国語通訳で、こういう名目で、まあ、参加して、で、そこで、まあ、公式行事の合間にですね、いろんな、サービスがありまして、例えば、我々が行ったのは、中国の、北京市の中日友好人民公社ですね。北京大学に比較近いですね。まあ、もちろん、すっかりなくなってるでしょうけど、中日友好人民公社っていうのにですね、いろいろ話を聞いて、このこと。で、それが、ですから、公式論ですね。ここで公式情報、モデルなんです。ところが、実際、この帰国者から聞いた情報はですね、どうもそれと大違いみたいな。これをマドルっていう、まあ、あえて訳せば、汚い現実と。このですね、これがこう大きく違うということがこう分かってきました。まあ、一例を言いますと、例えば、人力車社員がですね、これに対して嘘をつくと、ね。まあ、一つの例を言いますと、中国でヘイビーって言いますか、黒い土地ってか、要するに、非合法ですね、土地ですね。要するに、自分たちがこう、食べるものが十分でないので、こっそりと開拓して、そこで作物を作ってですね、自分たちで分配すると。要するに、人民公社から分配されるものじゃ足りないからですね、こっそり林の中の隠れた工場をですね、作物を植えて、その収穫して自分たちに食べる。これで、時々人民公社から上の方からですね、観察に来るんですね。お前たちのことでこういうことやってないかというふうに聞かれると、でもうっかり、そう、漏らそうとしてる社員をすると、隣にいた人がその人に足を蹴飛ばして、黙れって言ってですね、蹴飛ばすという、そんな話をしていました。それから、私が非常に印象的だったのが、このインタビューの作業を始めてですね、最初の頃ですね、ぐらいですか、埼玉県に帰ってきた人のですね、自民公社員のインタビュー、どうしたら日本があんまり上手じゃない、帰ってきて、まだ1年ぐらい、これはその中国でやったんですが、まあ、我々の研究会に呼んできてですね、まあ、私は通訳をしてやったんですが、それでですね、外相ちゃんといいっていう、外相ちゃんといいっていう、どういう意味ですかっていう。その人は、一回うまく説明できない。というのは、学歴が低い、小学校卒業ぐらいですから、会社もちゃんといいな。どういう意味ですか？むしろ、彼が、例えば、大卒のような、高学歴なら、これは負債のことですと、要するに、生産体に返すべき、借金のことです。ということを、まあ、説明してくれるんですけども、うまく説明できないんですね。ですから、会社のちゃんといいだっていう、この言葉をですね、もう30分ぐらい、どういうことだって言ったりしたり、結
局、最終的に分かったんですけども、まあ、これも一つの例ですが、はい、言いますと、現実と公式情報というのは、格も違うんです。まあ、中国で、100分の1円、もう100分は一見にしかずということは言います。要するに、いろんなことを聞いてもですね、一回こう見ただけで見るには、叶わないということなんですが、弟の中国、特に文革時代の中国に関しては、いくら100か所のですね、人民公社をこう参観して、そこでいろんな人からこう聞いてもですね、中国の、この農村から直接帰ってきた人に、一回聞くよりもですね、取っているっていうんですか、出したことないということで、これは私の造語ですが、1円通るように何じゃ、要するに100件は自分に、1分は100件にしかず、やはり現実とこの公式情報というのはですね、随分と違うということはこう分かってきました。で、そういう意味から、この複眼的な視覚から中国を見る必要があるということをですね、感じまして、まあ、展望というか、シーンのエッセイを書いたりしました。で、同時に、この人間行動っていうのはですね、中国人も人間、日本人もそんな変わらないんだと、まあ、当たり前のことなんですけども、こういう常識的理解がですね、これまで日本の中国の研究には少し欠けたんではないかという気がするわけです。で、そこで次のテーマで、毛沢東中国と日本ですが、この毛沢東中国というのは、ある意味でこう理想像として描かれた場合が多かったんですね。今の、中国から捉えた方は信じられないかもしれません。1950年代ですね、帰国者、日本の帰国者がですね、上海から、あるいは大連からたくさん帰ってきました。で、彼らは帰ってきてですね、中国にはですね、ハエもカモもいないという、そうすると日本で新聞で大騒ぎになりまして、汚い中国でですね、ハエもカモもいない、こんなことありえない、いや、実際ないんだ、なかったんだ、こんなことありえない、いや、実際なかったんだ、ということで、新聞で大騒ぎになったことが覚えております。それから、こう中国の農民はですね、こう立ち上がってですね、積極的にその土地改革をやったということが、実際に中国の土地改革に参加した日本人の方が、こうに書くがあるわけです。それから、中国の大躍進運動というのはですね、意味で奇跡を起こしている。これが一つの有名な実は写真で、人民日報ですね。1986年の何月か忘れましたが、人民日報に搭載された写真で、この子供たちがですね、川と実った稲穂の上に乗ってですね、踊っているという写真で、これは後から分かったんですけども、これはまあ一種のフェイクニュースですね、捏造です。つまり、いろんな稲穂をかき集めてですね、それで、子供たちにこうその上に立たせたということなんですが、実際の説明は、こう日食でですね、これだけのものが、子供たちがこう上でダンスできるほど、たくさん稲が育ったのに、1ヘクタール何万トンですね、実は稲ができるということが大躍進運動の中で、中国側で報道されて、そうすると日本でもですね、報道されて、そんなことないだろうと、いや、こういうこともあり得るんだということで、また議論になることがありました。それから文化大学が来ると、これは中国は、これは魂に触れると言って、そういう、大革命である、そこで見せる中国人の精神がですね、プレゼント語結構変わってきたんだというようなことが、一部の人から言われるわけです。これを私覚えてますが、文化大学が起こって、しばらくして、たまたま一つ星の、経済研究所に来ることがありまして、今亡くなりましたけど、から、
規則に説教をする溝口先生ですね。溝口先生とちょっと話す機会があって、ちょっと文化革命が起こったことでありまして、溝口先生も文化大学でどういうことをやったの？いや、私が要するに人々の精神をですね、変えることによって、生産力を上げる、経済を動かそうという、これは一つの目的なんじゃないでしょうかって言ったら、溝口先生はですね、一言、気違いだ、そんなこと言いまして、そんなことありえない。要するに、人々の精神をこう変えることでですね、経済を動かすようなことはですね。ただ、ことで言いますと、北朝鮮ならあり得るかもしれない。何でというのは小さい国だけですね。ということはあり得ないかもしれない。中国のような、当時、6億というか、あるいは8億というか、そういう人口の、開国のですね、人々の精神を変えることで動かすということは、本当はありえないという、気違いというポイントです。それから、技術革新そうですが、大衆がですね、能動的に動いて、技術をこう作っていく、ということで、例えば、これ、中古哲郎さんという、元の、大阪、次第の、教授でですね、彼自身はもともと技術者ですね、化学工業ですね、化学工業の技術者として、その後、大学に行きまして、技術論を転換して、比較的有名になりました。その中村先生はですね、大躍進というものに非常にこう感銘を受けて、大躍進はたとえこう工業が失敗したとしても、あれほど大きな広範な規模で、あれほど熱狂的に取り組まれた生産のための経験の蓄積が、その後の中国工業化のスプリングコードとしての役割を果たさないわけにはいかないだろうということを思っています。で、例えば、1年に1200台しか生産できない上海のトラック工場で、労働者が自分たちの力で手作りのようにトラックを作っているのを見て、本岡先生は非常に感動するわけですね。いや、日本はもう、時代が変えてオートメーションという、要するに労働者っていうのは、いわば部品になっている。これは中国では手作りのようにですね、自動車を作っていると。これも、大躍進のですね、やっぱ技術思想がこう残っているからではない。例えば、法律第一、大量生産万歳のですね、資本主義、経営を数学批判し、それとは全く正反対の政策を営んでいる社会主義中国のようです。これを非常に高く評価するわけですね。それを見た中岡先生は、そこでかすかに不安を覚える。もしかしたら自分たちの感動は片思いにしかないかもしれない。実際、彼は開港後、1980年代初めですね、また中国で、また中国の工場を訪問するとですね、彼の不安は的中し、今や中国の人は日本と同様、生産性の歯車になっていることを見出し、失望してしまいます。で、彼は私の死に万歳という本を書くんですが、万歳という要するに、例えば、人と別れるときにですね、船、あるいは列車に乗ってですね、人々がこう去っていく。その時ながら、万歳考えてる。さよなら、さよなら。そういう意味だ。要するに、私が私と宗教を叩いてるわけで、もう、あれはお知らせ、万歳。そういう本を、つまり、イランイメージって鏡像って言いますけど、日本とこう反対のですね、鏡の像いる、像の部分、反対の、像としてその中国を見てきた。偶像としての中国に。
そして中国を通して日本やインドを批判すると。これは決して悪いことではない。中国だって決して、全てが変なことではない。あの、できてがたくさんある。ただ、それをちょっとやりすぎるとですね、最終的には中岡先生、失望になってしまう。こういうことではない。それで、毛沢東中国をじゃあどう捉えるべきなのか。これ、まあ、毛沢東中国を見る、まあ、3つの手段があるんで、これは、まあ、実は私が、定年で終わるときの最終講義の中でちょっと喋ったことを、3つの手段、開発論、社会主義である、歴史、である。これがこういうものですね。毛沢東中国を捉えず、従来の社会主義料理が非常に強く聞いてきたんですが、しかしやはりこの経済開発論というのも重要であるし、それからこの歴史というものもですね、重要。この、まあ、いわば3つがこう合わさったところにですね、本当の中国というのがこう出てくる。もちろんある部分に関しては社会主義料理が非常に強い。ある部分に関してはまあ経済が強い。ある部分に関しては歴史が非常に強い。こういうまあ像があって、この3つのこの視座は決して、同じ大きさではないわけですから、少なくとも3つの視座が必要なんではないかというふうに私は思いました。また今も思っています。で、自らのまあ研究演説を入りますと、先ほど近いのとかちょっと紹介して、まあ、中国経済論とか、関西経済、中国現代中国というのは、まあ、どちらかというと、開発経済的な視点から、まあ、議論した本でありまして、それから歴史的視野から見た中国経済というのを見れるわけを出しました。で、これは歴史に焦点を当てた、まあ、そういう議論であります。それから、毛沢東時代の中国経済、これは名古屋出版というのは2021年ですね。何人かの人と一緒に、書きました。で、公開しました、指導がちょっと違ってまして、これが二重にこう出てるんですね。実はその下にですね、The Chinese Bombing during the Mao Era、スプリンガーから2023年に出ました。まあ、これは毛沢東時代の中国経済を、まあ、英語版にしたもの、それから体制移行の政治経済というのは、これは言いましたが、イデオロギーの関連だと。社会主義がどうして一本主義になって脱走するのということを、ここで議論している。ですから、イデオロギーと、そしてまあ経済の、まあ、接点があると議論で、最後に、まあ、毛沢東氏というのを、最近書きました。で、それを、今年になってやっと、英語になって、コストオンゲンでコントプレチャイナ。これが重要なんですね。Spread the word where truth falls from the heavens。これは言ってみますと、真理は世界、天から降ってくる、そういう世界の感覚という。まあ、この本は、まあ、純粋な学術書というように、エッセイを少し、通ってきたぐらいかもしれません。その中に毛沢東と、毛沢東に巡る女性論に、タイトルですね、毛利先生から全般に批判されまして、この章は良くないって言ってます。結局、英語版にするときは、その章はですね、カットすることにしました。というわけで、英語版には、毛沢東とですね、ジャン・チンとの関係を書いてあります。ところで、じゃあ、今度、現代中国ですね、毛沢東時代の中国を見たら、その視座で見ると、じゃあ、現代中国を視座、どういう枠組みで見たらいいんだろう、改革開放の時にですね、
中近平時代の中国に関しては中継でどう捉えるか、私のような戦略記載もですね、ではあまり大所交渉の議論はですね、すべきじゃないのかもしれません。まあ、考えているのは、5つの手段をですね、枠組みがあるんじゃないというふうに考えています。3つの手段というのは何かというとですね、それでありまして、これは毛沢東時代に確立した一つの構造でありまして、一番中心がこう権力主義で、ね。で、この、もう一つというのは、どうやって政治を進めたのかというと、やはり彼の最大の目的は自分の権力を守る。ではないというふうに私は思います。で、これは、決して毛沢東だけじゃなくて、例えば、スターリンにしても、あるいはレーニンにしても、始めたりして、一旦、この武力によってですね、西田権力はですね、簡単には、ロスことはできない。何としても守ろうというわけです。こういうこの権力主義、なしは権力第一主義が、こう、彼の思想の、あるいは彼の政策の、根底にあるんじゃないかという考え方で、これを支えるのがですね、このエリート主義。ちょっとこれ、もう表現は良くないかもしれません。この反対概念がですね、民主主義ですね。要するに、政策決定にあたっては、この一部の、ごく一部の優れた人、つまりエリートですね。これが決定をする。もし民主主義であったらですね、万人が等しい権利を持って、この権力に立ち向かえるというわけですね。あるいは権力を作ることができる。例えば、選挙の勝利です。それだと、権力っていうのはですね、否定しない。昨今の、日本や、選挙を見ると、しょっちゅう政府はこう変わっているというわけです。そういう意味で、民主主義は良くない。権力主義をですね、維持するためにはですね、やはりエリート主義、反民主主義でなきゃいけないというのが、とても一つの思想で。で、そこまでは中国もソ連も全く同じなんですが、ソ連や以上に中国ですね、実用主義、プラグマティズムっていうのがあって、これがこう権力というものを支えてきたのではないかと。小平の実用主義というのは、一人ですけど、小平が実用主義はこう作り出したんじゃなくて、実は毛沢東が作りました。ですから、ここに現代中国は毛沢東時代から3つの統治原理を提唱してきたというのは、私の仮説ですが、これは実用主義というのは、現代の実用主義は毛沢東が作りました。中国で、秩序宮で、秩序中心というのがありますけども、要するに原点、事実によってですね、真理を求める。こういうのが、秩序宮ではないですけども、これは言い換えますと、一種の実用主義です。ですから、理論がどうであり、イデオロギーがどうであり、重要なのは現実である。現実がどうなるかっていう、このイデオロギーとか理論であるとか、そういうものは現実に応じて変えていって構わないし、あるいは変えるべきであるというのが実用主義だと思うんですね。で、ソ連と中国の大きな違いの一つはですね、この実用主義がどれだけこう管理したのかというのではないかというのは私の説明でありまして、スターリン時代、あるいはスターリンからの後のフルシチョフ時代、あるいはブレジネフの時代、このソ連は体制が硬直してしまったと。どうして硬直してしまったかというと、実用主義が効かなかったからだと、いうことではないということですね。例えば、農村においては、コルポーズ、ソポーズという、ああいう集団、国営農場が中心になって、農業生産する。これうまくいかないわけです。中国では、
これはうまくいかないっていうんで、地図記述で、この脱集団化、リンコレクトバイゼーションというのをやって、この、人々のインセンティブとかね、農業生産が向上し、今では、食料が、ほぼですね、大豆とかそういうのを別にして、自給できる。基本的には自給できる。ですから、ソ連のように、社会主義は集団農場じゃなきゃいけないというのは、そういうこの固定観念に縛られなかったというのが、中国の発展の要因であると。なるほど。実用主義が、権力主義を支えるという気がいたします。3つの、主義がですね、一つの、形成し、中国社会および中国経済のですね、いわば、歯車つけてないかというものに。で、3つの方法論というのは何かというと、先ほどは毛沢東時代の中国を捉える手段として、この開発経済、それから医療技術、歴史というふうに言いました。今度は、医療技術はですね、もう言いますと、あまり関係ないと、中国ですね。経済学、政治学、歴史学ではないかというふうに思っております。で、これがこの図なんですけども、現代中国を捉える、方法的枠組みとして、もちろん、この経済っていう、特に経済をやる場合は、この経済学が中心になるんですけども、それだけじゃなくて、やはり政治学、あるいは歴史学ですね、こういった視点も、あるいは枠組みも、必要となってくるんじゃないか。意外にいたしました。で、現在、取り組んでいる、二つの研究テーマというのを、一つは、新体の、政治経済研究が、果たしてうまく、これができるか、将来、わからないんですけども、命が尽きるんですね。これが果たして完成するかどうかわからないんですが、今、大して一緒になってですね、中国の、新民体の政治経済的に、できたら、来年がですね、研究ノートみたいな形で、ちょっと、してみようかなというふうに思ったりする。で、もう一つはですね、この改訂版の毛沢東論。で、これは、具体的にどういうことかというと、マルクス、レーニン、スターリン、毛沢東へと継承される革命的暴力、電子の研究という、非常に突拍子もない研究のように見えますが、元々の、出発点はですね、そして、レーニンやスターリン、そしてスターリンと時代に多くの人がですね、殺されたんだことを、実は極めたり、調べたり、で、そういうことが起こったり、ことをですね、その構造とかメカニズムを調べてみたいということでありまして、毛沢東論、もし改訂版を出す機会があればですね、そこの、法論の、進化なんかですね。取り上げたい。ゆっくり。これ、この二つのテーマで、ちょっと述べてみたいと思います。また、このセミナーに参加されている皆さんのコメントをいただきたいと思います。市民大会とは一体何かというと、これは中国のことをやっているから、承知のことだと思います。国有企業がですね、企業を制約、支配したり、政府が国有企業をですね、直接監視する、大なり、商売をですね、輸出する、そういう状況ではないの。で、国民に対しては、1900、2000年代の、初めに、
Gibito, anche da Cimita. で、これは、第一、市民隊、胡錦涛時代のですね、市民隊を、第一、市民隊と呼んでいると、この習近平時代、今日のですね、胡錦涛が、第二次だ。第一次と第二次の違いは何かというと、これもちょっと、こういう分け方をしてみるか、これちょっと、致命的じゃないかという考えかもしれません。第一の場合は、例えば、第一のコンピュータ企業はですね、黒字の利益を吸収したりする。という非常にこう、不都合ですね、不合理なことがこう、で、それで、必ずしも、ガチではない、黒字の、中小の、幹部をですね、潰すと。で名目はもちろん中小企業、中小の担保というのは、やっぱ危険が多いの。と、なんでしょう。一つの目的は、大企業をですね、優先させるという、そういう、発想ではないかというふうに。第二次国市民隊は、現代の国市民隊でありまして、これはアリババのような企業がですね、だんだんこう、勢力を強めてくると、だんだん国家の統制からこう出てくるんではないかというね、ここにこのブレイクという、そういう、事象であります。で、国士軍隊がどうして起こるのかというのは、多分いろんな理由があると思うんですが、一つはこう規模拡大によって利益を追求する。これは赤字の国有企業がですね、黒字の利益を吸収したときの一つのロジックがあったんです。要するに、利益はロジックの小さいと。小さいとですね、グローバル化した今日は国際競争力を持てないと。したがって、国際競争力を持つにはですね、規模を拡大しなきゃいけない。そのためにはやっぱり、無駄だと。このロジックは私は、育てできないんですが、そういうロジックがですね、働いて、本当、市民隊というのが、じゃあ、起こったと。一つの側面ですね。ですから、もしそのロジックが正しいんだとするならば、じゃあ、国有企業を民営化し、また民営企業を発展させてもいいのではないかというふうに思うんですが、そうはならないというのはですね、やはりその背景には、やはり政治が絡んでいるのではないかと。気がします。で、それはちょっと後で少し後で。そもそも、国有企業はですね、民と、やはり国有企業に比べて、縮小してきたと、ふうに言われてお、で、これが、中国5年間の、ね、最新版からできた、数字がありまして、企業数から見ますと、最初、1998年は39.2%の国有企業、工業企業だったんですね。今では5.7%、縮まって、それから総資産もですね、最初は68.1%、7割近くだったので、37.4割ぐらいに落ちて、それから利上げ上げた期間に言うと52%あったんですね、今28%に落ちて。で、従業員数の60.5%は、17.6%ですから、こういう、事実を見て、市民大というのは、なんじゃないか。やっぱり、企業の方が伸びてて、市を縮小していると。強いわけですけど、ね、そしてそうなんだろう。だから、これは、経産省の各省からこうコピーしてきたんですが、企業と民営企業、総資産利益率、工業分野からすると、民営企業のですね、売っていくんですか、それは、ぐっとこう、
で、試合に頑張りました。企業がですね、伸びてきてるけども、面白い。ただ、面白いのは、第一次国進法が起こったのは、この頃、国営企業がこうやはりこう、入ってきたというか、一部がだんだん見えるようにこう接近している。で、第一次引退が終わるとですね、予想さ開いちゃうんですけど、第二次国進引退が起こるとですね、また、だんだんこう接近し始める。そういう、こういうことが見られるんではないか。で、どうしてこういうことが起こったんだという企業は、利益率から出るんだって、実際は経営面で効率的かどうかと。そうですね。その指標を見ると、決して効率的ではない。しかし、ながら、できるか、こう、そう、できますと、有給とか、伸びてる。じゃあ、一体何かというとですね、その季節ですが、党と政府、企業の三位一体の構造ができてかではないかというふうに思います。で、党、政府、国有企業の既得権、相互連関の構造というのは、これ人事と国権力をめぐってですね、この3つがこう連関して、一部連関してるというのは一番重要なのに、党権力として、党権力が政府を支配し、党権力が国有企業を支配。現在、習近平時代と、この関係はますます強くなりました。政府は国有企業ですから、当然国有企業を支配。そして、中国で、党と政府ですね、分けようと、中国で行政ですね、党と政府を分けようと、ダンジョン展開っていうのを、もう言われる。これは1980年代からですね、一種の経済改革、柱として、ね、ダンジョン展開、党と政府の行政権力を、ようで、しかし、それは無理なんですね。もう一つ言われたのは、団地展開ですね。党と企業との、権力構造を取ってる。要するに、今までは、VP に対して、あまりの貢献力が強すぎる、生産権って、いろんな意思決定があるんですね。党権力が支配している。それはやはり、だから党と企業ですね。ようで、これはまあ、ある程度は進んだんですね、ある程度進んだ。で、しかしながら、そんなことは進んだんですけど、党と政府がこう一体化している。で、政府が国有企業をコントロールしている。これはまあ、国有企業ですよ。そうすると、企業をですね、分解するっていうのは、理論的に難しいですね、はっきり言ったら。まして今の緊急事態宣言になると、貢献力をもっと強めようとして、ということで、党と企業が、ますます密接な関係に、まあ、こういった点に関しては、まあ、私以上に、中谷信彦さんですね。名古屋大学の中谷さんが、その中国国有企業の政治経済学という、まあ、立派な本を書かれて、非常に詳しく展開されています。これは昨年度に来た IC 部署に来ているアジア太平洋賞の特別賞に選ばれて、私も、まあ、読んだのが一つ最近ですけど、なかなか、分厚い本で。よくここまで調べたというふうに、ポイントは制度面からですね、中国の国有企業の構造であるとか、特にその党権力がどういうふうにこの企業に入っているかとか、このケースの、まあ分析している、なかなか、ね、ですから、まあ、私はこんなことを言うと、
がさ、こうですね、飲んでいただきたいというふうに思いますが、これは別に中谷さんの本を読む前にですね、前から私は、であります。で、そういう意味で、中国の、経済とか企業というのを考える際ですね、やはり、経済だけではちょっと考えないというか、説明できない部分が、実は、要するにこの政治が、あるいは党が関係しているのではない。例えば、この国有企業の既得権と幹部の昇進というのは、直接に関係しているんだ。あるいは地方の投資と幹部の昇進というのはですね、非常にこう密接に関係しているんではないかというのは、私の友人からの修例案、通りやんが、近代の工科管理学院の教授ですが、彼が経済研究の中の全部を明らかにしています。で、要するに、幹部の昇進に当たったためには、やはり地方の投資っていうのが活化する。幹部が昇進するために地方でどれだけこう業績を残さなきゃいけない。そのために投資である。その関係をですね、経営的にも明らかにしたのが、シグレイヤーの研究ではないかというふうに思っています。で、今、というか、2、3年前からちょっと考えたのが、中国の幹部のですね、プロモーションインデックスっていうのを作ったことがあります。昇進指数っていうんですね。で、これは、もしあの、総力にですね、アンディアンですね、アンディアンでしたから、非常に賛成してくれたと思うんですけど、そうだ。ただ難しいんですよ。これどういう意味かというと、例えば、胡錦涛がですね、この彼の出発点、党の幹部、政府の幹部の出発点として、1として、最終的には、党主席、これを100とする。その段階にこう上がってくるんですね。どんどん。それをこう一つのインデックスにする。インデックセッションと言います。それと、こう、地方の、彼は地方でこう、だんだん業績を上げる。で、例えば、九州の、この幹部のですね、こういう昇進指数の動きと、その幹部が、その地方にいた時の、投資の動きがですね、連関しているかどうかというのを調べたりというのが、私のアイデアです。そのためには、この幹部の、この昇進指数というのを作らないで、どの段階で、この地方の投資が、どういうのを、昇進指数との関係で調べてみたんだろうというアイディアなんですけれども、これは実は、やり始めて、少し頓挫してきまして、まだ進んでおりません。どなたか関心がある人はですね、やってみてください。私が知ってる限りですね、中国の政治学者でも、まだこういうことやってないんじゃないかと。中国のプロモーションインデックス、中国の幹部のプロモーションインデックスと研究してやってないんじゃないかと気がします。どなたか。やってみてください。私のアイデアが、別に私初めて言ったってつもりじゃなくて、どなたか言ってるかもしれません。また、このアイデアをですね、盗用してですね、自分で調べて作ってみて、無法に結構でまして、別に、自分のアイデアの著作権を主張するものではありません。無法にやってください。で、中国経済のこう現状と構造っていうのは、経済学だけではこう説明できないという、そういう意味で、先ほど言いました、それですね、経済学、あるいは経学の変化をして、それとですね、合わせていくのは政治学的なアプローチ、そして歴史的なアプローチですね、こういうものがこう必要になってくるのかと、こういう面で研究を進めていったらどうかと。ということであります。それから、第2のですね、社会人革命暴力のですね、系譜、これは皆さんにとってちょっと、
con il giro a casa, ma sai quella cosa lì, ma sai, mi fa piacere io andare a farti una scala, lo si ha in casa, vediamo, se è un giro a cena, lo si ha in casa, mi ha un po' di attore di giù, che sta lindo, Se non si è capito niente, c'è più di un anno di sessione, che lo è, まあ、多数のチームシェアの、これ人によって違いますが、ある人は200万、ある人は300万というのを推計してますけど、殺される。もちろん、名目は、チームシェアの方がですね、裏で、悪辣な権力を発揮して、小作の狙いとか、あるいは、苦しめた。自分の罪をですね、地主役の人に強姦された。そういう恨みがですね、農民、要するに仮想農民が立ち上がって、地主役の方をですね、殺したと。そういう面も確かあるでしょう。しかし、どうも、実は違ってですね、大多数はそうじゃなくて、かなり、してない中小の地主のがですね、理解される政治闘争の中で殺されていた。そこで仮説なんですが、マルクスを起源とする社会主義革命暴力論のですね、遺伝子というのがあって、それが作用してきたんではないかと。まあ、それをちょっと調べてるんです。ですから、マルクスの、ランスの間に読みました。で、さかに彼は、暴力を止めたことを言っています。で、しかし、マルクスは決して、具体的にですね、反革命しよう、投資家にせよとかですね、あるいは囚人レッドを作れとか、そういうことは出なくて、マルクスが言っているのは、あるいはエングスもそうですけども、暴力、革命暴力っていうのは、社会を転換させるだけの、一つの契機、こういうのアイデア。で、ただそのアイデアをレーニンは引き継いで、実際に拡張してですね、拡大解釈して、あるいは私が言うと遺伝子変異を起こしてですね、凄まじいテロを引き起こしてきたという気がするんです。そこで、要するに社会主義革命における暴力と恐怖のですね、メカニズムの分析をしてみたいということで、今取り掛かっている。で、どうしてそういうことをするかというと、現在中国の、習近平体制の権威主義とですね、あるいは政治的抑圧、この歴史的根源をですね、と遡ってくると、こういうことなんじゃないかと。気がします。もちろん、毛沢東時代のような、凄まじい暴力というものが現代において、というふうには言いませんが、しかし、形を変えてですね、こういう、恐怖のメカニズムが現代にも、地域に生きているし、あるいはプーチンもですね、ロシアにも起こっているという気がいたします。ここで最後が、特に若い旧社に向けてですね、私からの期待と希望を示して終わりにさせていただきます。これからの中国研究、あるいは実験研究、これは経済に限らないんです。終わりではないかということ。私が前々から言ってるんですが、あるいはもしかしたら、
はとか、すでに言ってるかもしれませんが、実証的社会科学研究にですね、必要には3つの要素があります。1つは、まあ、明確なものであり、独創的な仮説であります。で、2番目はですね、しっかりした、まあ、分析枠ですね、連合案で。で、3番目は、実証ですから、議論研究じゃありませんので、信頼における資料とデータであります。で、一番望ましいのはですね、実証的社会科学研究の一番望ましいのは、この3つが揃っている場合ですね。特に、うまく揃っている場合、一番望ましいんですね。これは、だから、デフリーでは、比較的、レベルの高い資料に採択するというわけです。しかし、このうちの、例えば一つがですね、こう、欠けてる。例えば、問題自身はですね、まあ、比較的ポピュラーで、それぞれ独創的である。いろんな人が驚いてる、ね。しかし、この分析学は非常にこう、独自性がですね、独特な、しっかりしてる、ね。それから、こう、データもですね、例えば自分でも、大量のデータのコーナーチェンジをですね、分析する。こういう場合もやはり、最低限、このうちの3つのうちの1つがですね、こう、独創的であり、すべてなければ、だけど、論文としては評価する。いうふうに思います。で、これもちょっと余談ですが、先ほど石川先生の話をしましたけど、私は地下プロジェクトに打ち込まれまして、地下ゼミにですね、参加して、いろいろ地下先生に教えていただきました。で、私は、まだこの大学の基礎とかそういうのはあまりなかったんですけど、地下先生から、本当に基礎的なことを教えられました。本当に印象的なことがですね、二つありました。一つはですね、フレームワーク。ですから分析枠。これは、わかりました。はっきり言って、フレームワークってそれほど珍しい、言葉でありました。で、社会科学における、こう、しっかりした分析枠に詰め持たなきゃいけない。で、盛んにこのフレームワーク、フレームワーク、フレームワーク、ということを、石川先生が言われて、意味にタコができる。もう一つがですね、インプリケーションのこと。これが最初分からない、ね。インプリケーション。英語としては分かりますよ。しかし、この研究におけるインプリケーションっていうのは、どういうことを意味するかっていうんですね、正直言って私よく分からないんですね。ただ、石川先生と接触し、石川先生にいろいろと教えられる中で、だんだん分かってきたんです。インプリケーションというのは実はこの1の明確な問題、独創的な仮説に関係することだと思います。どういう、例えばですね、我々は石川グループがですね、もう一度もですね、社会主義経済論に関する英語の本を読んでですね、まさにこの石川ゼミのテキストとして読んでそれで、一人一人が、こう、一章ずつ紹介するという、そういう、なんか、全員が読むんです。全員がこう、喋る。そこで、石川先生がですね、感じるのは、この、ドッグの、この結論というか、この意見が、どういうインプリケーションがありますかっていうのを聞いてくるんです。そうするとですね、答えたら、ヒントが出て、最初、わからなくてですね、本当に困って、なんか答えられない。そういう経験があります。つまり、この問題はどういう、こう、読む、ガニって言いますか、範囲、ガニと言いますけれども、この奥にどういう意味を込められているのか、どういうことにこう関連しているのか、ということをですね、説明しようと言うんです。こうなりました、じゃないんですよ。どういうこの問題はどういうインプリケーションがあるのかというのを説明しなければ、
合格じゃないです。非常にこの、ひどく言われた経験があります。で、そういう意味で、この明確な問題と共通なことっていうのはですね、インテリケーションに絡んでですね、やはり、研究においては、重要である。またその、本部業務にあたって、単に、何をした、こう何をしたって言って、この結論というのはどういう意味を持っているのか、どういう深みのある結論なのかと、自分たちでこう考えていくということが必要なんじゃないかというふうに思います。で、そこで、まあ、どうか、研究者で大胆に正しい問題を追求し、挑戦的な仮説を打ち出してみてください。そして、できるならばですよ。どんどん英語で、発信していってください。こういう私もじゃあ、どんどん英語で発信したかというと、そんなあまりあありりまませせん。ん。先先ほど。ほど、英語の、本を言いましたけど、紹介しましたけど、実は、では僕最近、今年出した、コンテンツチャイナで、本はですね、半分は翻訳ソフトで、英語で翻訳させた。翻訳ソフトってだけ使うんですから、こちらでこう修正はしましたけど、英語力は出したことが多い。しかし今、最近、英語ソフトっていうのは、ちょっと進歩して、AI が出てきてですね、チャット GPT なんかも使いましたけど、すぐに出すとですね、中国人の、人名もですね、ちゃんと訳してるんですよ。それに比べて、別な翻訳ソフトは、ちょっと落ちるというか、間違ったピリって、中国人の人名とか治療ですね、出してる。チャット GPT は、これは本当にすぐに出て、ただそのチャット GPT も一人限界がありますので、まあ、これが見直さないといけない。とにかく、まあ、以前に比べてもですね、で、論文を書くことが非常に楽になってきました。これは事実です。で、そこで、最初は、まあ、日本語で書いて、それをこう英語翻訳ソフトで訳させてる、そして、まあ、自分でチェックして、それで、まあ、応答するということをどうかやってみてください。私は、残り少ない 寿命の中でね、あまりそうしたことができないので、できるだけ若い研究者にですね、とやりたいと思います。以上で、今日もちょっと雑な報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。